はい、どうもゆたです。はい、しゃかです。って感じでちょっと今回はどんがらにしていきたいと思います。ついにちょっとやっぱり車重が厳しいので、まあブレーキもそうですけど、まあグリップもそうですけど、あとはまあスピード、最高速とかボトムもね、まあ、重さって全てに変わってくるんで、ちょっとまあまだドライバーの腕もあるし、まだまだところもあるし、軽量化する前に伸びしろはまだいっぱいあるんですけど、もうやれることは先にやっちゃおうという感じで、ちょっと今日は暑いけどどんがらにしていきたいと思います。まあ、まずどっからやっていくかっていう話なんですけど、とりあえずトランクから、荷物はもう下ろしちゃったんでトランクやっていこうかな。リアクロスタワーバーついてるとね、ここが引っかかるんで、ここはね、もうね、俺折ってるんですよ、これ。で、今とりあえずねトランク取ったんですけど、まあ、僕自作のトランクフックがあるんで、それをまず取っていって、この周りのね内装たちをちょっと剥がしていこうかなという感じです。これは日産のトランクフック純正を流用しています。あれ、こっちねえじゃん。よし、取れた。で、あとはここに1個とあそこに1個あるんで、あれを取っていきます。で、まあこちらの動画はね、あんまどんがらにする人 VAB でいないと思うんで、あんま参考にならないとは思うんですけど、まあ、もしどんがらする用の人のためにもね、まあ、僕の備忘録として、まあ戻し作業がね多分ないとは思うんですけど、の時用にも撮っていて、まあ、皆さんに見てもらいたいっていうのもあるんですけど、こちらのクリップはこういう感じのクリップです。よし、撮っていこう。あれ、あ、上にもあったわ。くっそ。なんか一気にレーシーになったね。あ、これ取ったらもしかしてもうボディ、あ、バンパーか、これ。なるほどね。お、すごい、なんか配線がすごいすごい。
であとトンガラするにあたって、エアバッグを取りますんで、これすごい大事な重要なことです。マイナスを一応外してあげて、予備電源っていうのかな、残ってる電気をね、放電してあげないといけないんで、まあ1分っていう人もいれば10分っていう人もいるんで、ちょっと早めに外しておきましょう。とこいつを外そう。後ろのね、内装取り終わったら、トランクか、まずシートこっち取っていこうと思います。で、取り方簡単で、ここに下にレバーがあるんで、それを引いて開けてやるとこういう風にあっちにもあります。外したかっていうと、ここをこうやって引いてあげるとシートを上に持ち上げれば取れます。はい。でリアシートの外し方ちょっとわかんないんですけど、多分ここだなっていうのでちょっとやっていきます。このボルト2本を取ります。え、どうなってんのそっち。ここにね、穴、メスとオスの棒が合体し合ってました。ホイダー、ここを取ってみようかな。ここと、あと裏か。あ、これあれだ。あ、取れた。ここ取れば取れんのかな、もしかして一発で。よし、これで取れっか。お、いけんじゃん。どうなっちゃってんの。あ、あ、なんかどうなってんの、ようわからんな。先ちょ、ただこうなって入ってるだけだね。なんかここにこうやって、でここに、あ、ここにこうなってんのね。これが多分こう奥まで入ってる感じだね。
ただこっちの横の内装を取っていきます。あの傷つけたくない人はこういうのでやらない方がいいと思います。養生してね、ちゃんと。ああ、散っちゃって。この辺はもうクリップだと思うんで、アクス。見る感じクリップ4つですね。ここと、なんかその辺と、その辺と、どっか適当です。よいしょ。後ろも多分クリップだけだと思うんだよね。ここがね、くっついちゃってるんで、シートベルトが。ちょっとここを取りたい。これまあ、アイボルトなんで。取っちゃいましょう。僕、あれに使ってるんですよ。あのハーネスに使ってるんで、これはちょっと取っておかないとダメな部品です。よし、でここまで来たら、シートベルトこれ外していきましょう。14っぽいっすね。ああ、そんなに重くないんだね、意外と。重いっちゃ重いけど、意外と。どうしよう、この箱。この箱も取っちゃうか。これごと保管しとこう。あとはこっち側のシートベルトも取っちゃいましょう。よし、取れた。こんな感じです。赤いガーターベルトが取れました。はい、今反対側もシートベルト取ったんで、
で今回、そうするともうこれいらなくなるんで、これとかこれとかこの辺とかね、ちょっと取っていこうかなと思います。こういった取ったパーツのボルトとかはマスキングテープで留めています。まあ、ちょっとベタつきそうな感じもするんで、他になんかいい方法もあるかもしれないですけど、僕はとりあえずちょっとこれで今回まとめています。でこんな感じでこっちも反対側も終わったんで、でさっきアイボルト、なんだっけ、ハーネス、4点ベルト使ってるって言ったんですけど、これつけてからそういえば使ってなかったんで、ここにかけて、肩の方で腰の方はここにかけてるんで、もうこのアイボルトもいらないんで、ちょっと軽量化で外しちゃいます。これもいらないんで、チャイルドシートと外しちゃいます。でこちらのアイボルト今取ったので、次はこっちのシートベルトで取っていこうかと思います。このカプラー抜けばいいだけなんで、このボルトと。で今ねこいつを取るのにこれを取んなくちゃいけなくて、めんどくさかったんだけど、取ったらこれもね、なんかね取れそうなんだよ。これもねちょっと取っちゃおうかなと思って取っちゃいます。よし、とりあえずここまで来ました。ヤッホー、すごい。あとリアシートのこの引っ掛けるところのバックルみたいなのも取り忘れてたんで取ったのと、あとここも上のところにこれがついてるんですけど、これもまあ普通に取るだけなんだけど、今まで12ミリと14ミリでソケット足りてたんですけど、ここだけ13ミリでしたね。はい、ハイマウントの方はちょっとね分解して、ここに両面テープを貼ってそのまま貼り付けたいと思います。で一応ここも配線をつなげて、でちょこんな感じです。だ後ろの席はねもう乗らないんで内装取っちゃいます。ジルも取って綺麗にしたいんですけど、ちょっとめんどくさいからそれは今度でもいいけど後でやろうかな。よし、あ、軽っ。え、純正スピーカーってこんなに軽いの？500グラムぐらいかな。まあ一応今ドア取ったんですけど、開け閉めねめちゃ軽い。あんなちょっと内装取ったぐらいでね結構軽かったですね。で次が上、ここエアバッグ行きたいんで、この取っ手とか上を外してってからちょっとねルーフ取っていきたいと思います。はい、でこちらが今何上の取っ手、ルーフについてる取っ手を取ったんですけど、まあ、こうやってついていて、開くとここにこのカバーがありまして、両方にこう爪があるんですよ。
で、それをこうカパッとこうやってやってあげると、ここがね取れるんですよね。で、両方やってあげて、もうそのまま引けばこういう感じで穴になってるだけで簡単に取れます。ちょっと GVB と違うかもしれないですね、ここは。で、こちらのサンバイザーはここのカバーがあるんで、カパッとやってからこのネジを取る感じです。で、こちらの右側の方はこういう風になってて、右側だけあの爪がこうやって出てるんで、まあ、片方ほじって横からねこう入れるところがあるんで、ほじれば取れます。で、屋根のルーフのライト、ここにプラスが2本あって、それを取るだけでもこんなぶら下がってきます。真ん中のライトも一緒で、まあ、カバー外してあげて2本取れば取れます。はい、で、今ルーフの内装を取ろうと思ったんですけど、あちゃ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 、あのここのこれを取んないと取れないっぽいんで、先にシートを外してからじゃないと取れないんで、まずボルト4本ね、後ろと前と取っていきます。こんな感じで取れましたんで、マットとかをね取っていこう。あ、ワッシャーが出てきた。はい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 、はい、こんな感じでね椅子も取れたんで、これからルーフ取ってカーペットも取っていきたいと思います。意外とゴミ少なかった。内装取んなくてもルーフ取れそうだったんで、ちょっと取っちゃいます。あ、あそこのピン取ってからだな。あ、いて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 、あー、でここのピン3箇所取ったんで取れるはず。こんな感じで線を張られています。してしまいました。なんかここだけ普通のクリップじゃなくて、なんか先っちょがこんなになってるんで、あ、壊しちゃいました。これが割れちまったぜ。多分縦になってるのを横にしないと抜けないね、これ。うん、天井はこんな感じで配線が結構あります。はい、ほんじゃあちょっとねエアバッグ取っていきますけど、で、さっき冒頭の方にも言いましたけど、エアバッグ触るんで必ずマイナスはバッテリーのね抜いてください。エアバッグなんで、まあ、人のね命に関わることなんで、そこはちょっと自己責任でねお願いします。
こちらの黄色いのをこう引っ張ってあげるとカチャッとこれをこう外に引っ張ってあげるとロックが解除されるんで、でそうすると本体から取れます。でエアバッグがメーターについちゃうんで、ここに 3.3 オームの抵抗をかませます。エアバッグの配線なんですけど、キャンセラーですね、3.3 オームのこちらの抵抗を、まあ、加工して配線して作りました。こちらを、まあ車両側も加工してつなげます。はい、ほんでエアバッグの配線なんですけど、まあこちらこいつをねちょん切って、まあこちら加工したやつをつけている感じです。こんな感じです。はい、今ねこんな感じでヘビが車から出てきました。はい、これがエアバッグです。サイドのエアバッグです。でシートベルトのこちらはこれをねカパッともカッて取るだけで取れます。爪になってます。はい、で上のとこも全部クリップなんで、まずシートベルト取ってやります。で言うの忘れてたんですけど、こちらを先に取ってからでしたね。まあ、そこもカパッと取れて、でここもカパッと取れます。思いっきり引っ張れば。でこちらのピラーはここにクリップが1個とここにボルトがある感じです。どうもゆうたです。もう今日は暑すぎちゃって、ちょっとね熱中症になりかねないんで、まだなんだマット残ってるんですけど、このカーペット残ってるんですけど、ちょっと今日はもうギブです。やばい、あのマットぐらいだったらあのフルバケ外して終わるんで簡単かなと。なんでちょっと今日はあの限界です。勘弁させてください。で撮るのを次の動画にする、しようかな。でカーペット撮って、その後ちょっとドライブしたいと思います。どんだけ軽くなったのかっていうのと、あとドンガラって走ると相当うるさいんで、ちょっとそこをね見てもらおうかと思います。はい。